どうもこんにちは。本日なんですけど、遊戯王マスターデュエルゲーム実況をやっていきたいなと思います。皆さんチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またね、僕実写版でも YouTube やってるんで、そちらの方もね、動画下概要欄リンクありますので、ぜひ見てください。ということで、今日はですね、ちょっとこちらですね、ソロモードやっていきたいなと思います。これクリアしてるんで、まだしてないところだけは先やろう。これ多分前回の続きなんですよ。前回ね、これ負けちゃったんで、これ受け継がれる力。ジャックナイツは攻撃力の高いモンスターが多い。先に展開されてしまうとはいいが、サンタボットで複数体まとめて倒したりとか、リンク召喚を神の戦国で阻止するのもおすすめ。こちらが先に展開すればいい。同じタテレスのカードが不用意に2枚を超えないように注意しよう。あ、同じタテレスで2枚超えて上がんねえな、ジャックナイツ。あんまり相手に召喚させすぎるのと、でもし召喚させた場合はサンダーボルト使うってことだよね。なるほど、とりあえずそれでいきましょう。来ました来ました。さあ、やばい、やられてね。ジャックナイツやばい。
マジか。何してんの。負けたな、多分。わかんわ。あ、負けたな、多分。無理やわ、これは。デュエルのやり方が間違えたな、多分。
クエストが来たぞ。アンエンド、これでね、だいぶ優勢になってるんちゃうかな、知らんけど、こいつさえ強そうだなと思って。これまた負けたんちゃう？今回強ない？これ負けたわ、多分無理や。冷静。無理やな。地味にやっていくしかないんか。
これは。これはきついんちゃう。してやられましたね。こんなんさ、どうやって勝てるんですこれ勝てへんくらい。めっちゃ強くなってきて、やばい、めっちゃ強い、やばいな。よし、粘っていこう。よしよしよし、これ強いな。
ほどね。よし。
して、これでだいぶね、いい感じに追い詰めていってるんじゃないかな。よし、結構いい感じなんじゃないでしょうか。データ入れ替えか。線を越えればいい。
しょうがない。クリアした。これね、きついわ。マジですよ。本当クリアした。これね、激しすぎるでしょ、これちょっと。ジャックナイツの力を集結して一進一退繰り返す攻防の最中、インギリスは渾身の力と共に槍を放つか、その石碑は成功のジャックナイツに受け流されたか、常に脆くなっていた石碑は衝撃的に変えられて投石を始め、立ち込まれる砂陣が視界を見せ、それを受けたギリスは小さくなずくと密かに戦線から離れていった。それはあらかじめリースに提案していた合図、彼女が単独で施設内にイザーを作った施設内に溶けない常にイブの元へたどり着くリース。イブはリースを失う姿を見つけ、ファンドのためと流したと。おおおお、もしかしたら自分たちは間違っててジャックナイスと戦うことではないかもしれない。真実を知るために真実を戦うためにとれば、そう口にしたイブの前で椅子を向けていたリースはゆっくりと振り返る。初めて出会った時愛らしく様子の姿、恐怖を感じていれば思わず墨を上げるとしたが、それも必ず意識が深い闇に沈んでいったと。おーおお、なんか結構あるね。あ、まだストーリー。おーおーおー、アウラムたちの戦いは続いていた。突如ナノマグロなく施設内部で爆発が起きると、アウラムは真髄に聖杯が起動した時のような感覚を持った。今回の衝撃はそれをはるかに上回るものだった。キスムシもそれらは唐突に姿を現した。瓦礫の上に立つチュアルトの姿は頭の先からつま先までギルブであることは間違いない。しかしその表情、光る瞳、全身から発せられる邪悪な気配、それがかつてのイブとは異質な存在であることははっきりと思うが語っている。いざはこんな笑い方をすることは決してなかったが、困惑するアウラムたちに彼女は告げる。私はリース、僕の身体はすでに私のもの。あの優しかったイヴァはもうどこにもいない。それをこう見直すと、デストロイメア、メアイビーリース。だからその間に立ち上がるアウラムたちを救ったのは、その昨今まで死闘を繰り広げていた成功のジャックナイツだった。身を挺した川もイブの力によって成功のジャックナイツは合体を解除されてしまい、7機分岐しジャックナイツ。イブの力を持ったイバーリースにコアと共に封印していた再起の杖まで奪われるのは極めて危険と判断。早期のジャックナイツはそれを防ぐ現在の杖の継承者であるイブから別のものに継承させようとすると、すごいね。次の瞬間、アウラムが聖杯の力とは異なる鎧を身につけ、一対の装剣を手に崖の上に立っていたのだった。装剣の杖を継承した機械騎士アラームとして、なんかい
感じなんじゃないですか。受け継がれる力ってかっこいいな。何だよ、受け継ぐ力ってなんか遊戯王でよくあるらしいですよね。頑固たる意志が込められている声だった。すでに聖杯の力を持って弓の最中の時は言われずに強く止めることはできないと聞いたのだ。何か描くアウラムの返事を待たせ、弓で伝えを手に魔獣たちの前へと降りている。力を失っても詩人のことはやりにすることはいいんです。トロイアマーメイドの撃破され、魔獣たちの首は一気にやり使えて送られている。ニンギルス、いいね。あれ、ちょっとデュエルします。これこれこれ、超古代生物の墓場では攻撃力の高いレベルモンスターを封じとけば、あえて効果が強力なトロイミアモンスターリンクモンスターの召喚になってくると、トロイミアリンクモンスターのリンク召喚の効果に対処しながら戦えば、トロイミアリンクモンスター自体の攻撃力がそこまで高いので戦闘でも十分に戦っていけるはずだ。なるほど、トロイミアモンスターやね、戦闘で戦っていける。ちょっとね、これ結構レベル上がってきてるわ、やばいこいつら。トロイミアモンスターやばい。攻撃力ゼロ。バトル、何これ、よし
できねえ。これなら勝てるぞ。ドロン。召喚しよう。サイバーストってね。もしかしてなんか伏せられたね。
ほん。よっしゃー、なんとかね、クリアしましたね。ということで、こんな感じで、これね、長かった。ほんと長かった。控えめに言って長かった。でも、なんとか、これ、クリアできてよかったんじゃないかな。ゴール。激しい戦いでしたわ。聖槍の元へと急ぐアウンドだったら一足遅かった。彼が集いすぎた時にはすでにイザリギスが聖槍の軌道を追い出した。聖槍の力を手にしたイザリギスがハラムに激しい攻撃を浴びせられると、一撃一撃が大地を引っ張るほどのその激しい攻撃の前にアウンドが地に捨ててしまう。ウイルスは地に投げ出されたアウンドの手に拾い上げると、その重さを出し上がるのは2、3度剣を振る。そしてアラムの手の中にその距離を縮めていく。イバリウスの方が剣を振り上げその時、アラムのマントから小さな影が飛び出す。少年少女の間に割って入っていた交流イバルが、その力が女一瞬ではあるがイブに宿る悪しい魂を追いつけた。表出していたリースの精神が襲われたことにより心臓に住んでいたイブの魂が目覚め、倒れているアブラム、力を使い果たして身動き的なイルドーム。やばいな。幼馴染の少年が自分に向かって必死に何かを叫んでいるのが見えた。少女は小さく短い息を吐くと、切符先を自らに向け。ニンギリスがたどり着いた時に見たのは、妹の身体を敵抱えてその名を呼びつけた幼児の姿だった。現実とは思えぬ残酷な現実の末に少女の兄は言葉なくただ呆然と立ち続くしかなかった。なんかすごいストーリーやねこれ。ああ悲しい。お星の機械生命体、ちょっと手に入った、新しい手に入りましたよ。ちょっと一回引いてみましょうか。リンク系が多いな。おお！シャタルリンじゃない。シャア。おお！一発目来ましたー。ちょっとこれいきなり来た。お、いいんじゃないですかこれ。最高のジャックナイツ。これめっちゃかっこいいなこれ。強いねこれ。ということで、いいね。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。またね、次回やっていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またフレンド申請お待ちしてますので、もうじゃんじゃんしてください。一緒にデュエルしようぜみんな。ということで、よろしくお願いします。
まずね、やっていけたらいいかなと思います。ソロモードも結構まあクリアしたんですけどね、結構だんだん強くなってきてるんで、では、ありがとうございました。バイ。